今日の講義は、サスペンション、スタリング等の要素について理解を深めて、タイヤが最高の性能を発揮できるように設計するということを目的としています。それで今日は、サスペンション設計に関する予備知識ということと、サスペンションの設計、これは自動車開発製作ガイドの47ページから53ページが該当します。それから3番目がステアリングの設計で、同じく53ページ、54ページが該当します。それと補足の説明です。それでは1番目の運動性能開発プロセスです。これは車の性能計画といいますか、目標とする性能を、打ち立てまして、車両の所限だとか、あるいは運動性能、目標性能を立てて、それをコンポーネントに割り付けて、そのコンポーネントに従って、例えばタイヤの特性、バネ、触覚部走法、あるいはブレーキの性能に落とし込みます。それで具体的に設計した内容を、こちらはものにして、台上実験をして実車での性能を確認すると同時に、この特性のデータでシミュレーション上で、特性を入れて、実車とシミュレーションの相関を見るということで、実際に設計した内容が正しい目標とする性能を達成できるかということを確認する。これが本来の運動性能の開発プロセスで、いきなりバネ、触覚部走法の設計をしているわけではないということを理解してください。では、その次は設計に関する予備知識です。これはサスペンションにの設計に関する予備知識ですけども、多種性能の基本、これはタイヤの性能だ。だから、タイヤの特性を理解した上で、ポテンシャル、そのタイヤのポテンシャルを走行時にフルに発揮できるようにするというのが、タイヤ編で勉強したことです。これは復習になりますけれども、タイヤの役割ですが、これは荷重を支える。それから路面の凹凸による衝撃を吸収する。制動力、駆動力を路面に伝える。それから、打角に応じたコーナリングコースを発生し、それを路面に伝えるということ。ということで、車身性能の基本はタイヤ性能だということです。まあ、くどいようですけど、マシンの走る、曲がる、止まるための力は、タイヤと路面の接触面に発生する摩擦力でありますということで、要するに車身の運動性能を支えているのは、タイヤと路面の摩擦係数になります。したがって、ゴムの摩擦特性を有効に使うということで、タイヤとサスペンションの共同作業になります。それでタイヤは接地面圧をできる限り均一化するということで、そのためには、まあ、接地幅の広いタイヤを使うということと、ネガティブ比を下げるということは、これはタイヤの幅の中の、トレッドの溝の部分をいかに狭くするかということで、通常はスリックタイヤを使っています。それからサスペンションの方は、タイヤの対地キャンバー角ゼロの状態でタイヤを使うということで、対地キャンバー角は何だというのは後ほど説明をします。それから、四輪をバランスよく使う。タイヤ荷重の均一化ということで、これはサスペンションでどうこうするというよりは、車両計画で決まってきますので、いかに、先ほどの開発プロセスで見せたように、最初の車両の基本計画が大事だということになります。それで、サスペンションの役割ですが、これはサスペンションが上下方向にストロークすることによる路面からの衝撃を吸収する。
それからタイヤの前後、左右、上下方向の位置を決める。3番目が荷重を支えて衝撃を吸収するバネ、振動を減衰させるチョップアブソーダーを備える機能をさせます。それからタイヤがストロークした時のサスペンションのアライメント変化により車両の動的な姿勢変化を決める。サスペンションはこういう役割を担っています。次が設計に関する予備知識ということで、車両の性能項目と構成要素の関連表です。この横軸に車両性能が出ていまして、サスペンション設計を担当する人たちにとって、影響する車両性能項目は、制動性能、操縦安定性、おまわり性、走破性、乗り心地、振動騒音、それと、あとは、信頼性、それから整備性も関係してきます。それから縦軸が構成要素で、13番から下がチャシスということで、アクセル、ブレーキ、ホイール、タイヤ、ステアリング系、フロントサスペンション、リアサスペンションということになります。ですから横軸とさっき言った縦軸の性能関係がどういうふうになっているかをよく見てください。それと、先ほど言いましたように、四輪の荷重配分をなるべく均等にというところで、レイアウトというのがありますけども、車両の寸法所見とか、重量という、こういう車両の基本計画が、やはり性能に影響を及ぼすということを理解をしてください。それで、操縦安定性についてもう少し説明をしますと、運転者の意図というのは、これはハンドルを切ったり、ペダルを操作します。そうすることによって、重心位置が変わる。すなわち、重量配分が変わる。それから、サスペンション、ステアリング、タイヤの特性が変わる。駆動特性、制動特性が変わってきます。それで、タイヤの角度とか姿勢が変わる。それからタイヤの接地力の配分が変わって、結果として各タイヤのコーナリングフォースが変わってきます。それが方向安定性、いわゆるハンドルを切った時の元に戻った時の収束性だとか、ハンドルを切った時の応答性だとか、あとは車体の空力特性との相関で、横風を受けた時の安定性だとか、高速のスタビリティに影響をしていきます。次が制動性能ですけども、これは運転者の意図、これはブレーキペダルを踏むので、その動力の大きさですけども、これは各車輪の制動力の配分制御、これは前輪と後輪へのブレーキ力の配分をコントロールします。それで、タイヤ特性で、タイヤの路面との摩擦力のコントロール。それから、摩擦材、ブレーキパッドの選定によって、ブレーキ摩擦面の温度だとか、摩擦係数のコントロールをします。それと同時に、ブレーキのローターによっては、ブレーキの熱容量、電熱法の特性が影響します。この二つによって、具体的な性能としては、制動停止距離だとか、制動中の安定性、制動中の操縦性能と言いますか、ブレーキ、だが効くか効かないかという話があります。それと、こちらの放熱と熱関係では、制動容力だとか、制動特性というものに影響していきます。それから、乗り心地ですけども、これは一般的な乗り心地のシミュレーションモデルです。タイヤのバネ、サスペンション、
シート、保安パウント、そのマウントを考慮するということですけども、学生フォーミュラの場合には、パワープランクはフレームに直付け、それからシートもフレームに直付けなので、このマウント、シートのバネは、これはないと思ってください。それでサスペンションのバネと、タイヤのバネ特性、減衰特性、これが乗り心地を左右します。それから、整備性修復性ということですけども、これは、例えば、マシンを不幸にしてぶつけた場合の交換部品がいくらかかるか、あるいは損傷範囲の限定ということで、サスペンション、あるいはステリングのリンケージに、ヒューズを設けておいて、本体に大きなダメージが入らないようにするというような強度バランスの考え方が必要になってきます。そういうことを踏まえたレイアウトになってきます。それで、まあ自動車の性能の相関関係を言っていますけども、基本的に車の質量だとか、それの分布が基本になって、これをベースに、騒音性、制動性の、振動騒音、乗り心地、動力性能、といったものが相関関係がある、ということを、理解してください。次に、今度はタイヤをベースに考えれば、くどいようですけども、操縦安定性、制動性の乗り心地、動力性能、転がり傾向の大小による燃費、騒音振動というものに影響してきます。それから、これは設計をする上で、心得ておいてほしいことですけども、コンポーネント質量と車両消失量との関係で、要するに車両の質量は固定部分と比例部分があって、総質量は車両質量にさらに積載分がありますということで、重量が変化したときに車両全体にどういう影響を及ぼすかということを、これを示しているので、次の図の方が分かりやすいので簡単に説明をしますと、例えば動力性能を上げたい、目標性能をさらに上げたいと思ったときに、エンジン性能を、エンジンの例えば排気量を上げます。そうすると動力性能を向上した場合には当然ブレーキサイズも大きくしなければいけない。それからエンジンをトルクを上げれば、パワープラントの容量をアップしなければいけない。それからブレーキサイズを大きくした場合には、タイヤのサイズも大きくしなければいけない。また、エンジンのトルクによっては当然タイヤサイズの見直しも必要になってきます。また、燃費が悪化することによって、燃料タンクの容量も大きくしなければいけない。ということで、例えばエンジンの性能、容量を大きくすることによって、結果としてブレーキだとかタイヤだとかパワープラント、それから燃料タンクといった質量が増してきます。そうすると今度はそれに対応するために車体、サスペンションの強化が必要になるということで、一つの重量増が、質量増が次の質量増を招いてくるという、悪い循環に入ってくるということです。ですから、自分のところだけちょっとだけ重量は重くなっても、目標性能を満たすのもいいかな、なんていうことを考えると、結果として、車全体の重量増を招くことになります。逆に、これが反対に一つ軽くできれば、こういうところも軽くできるということで、いいサイクルに入ります。そういうことで、いかに重量軽減を図るかと
ということを念頭において設計に取り組んでほしいと思います。ということで、学生フォーミュラー活動に対する取り組み方としては、学生の皆さんは思い切った車作り、あるいは部品設計に取り組んでほしいなと思いますし、常に高い目標にチャレンジしてほしいと思います。それでは、サスペンションの設計ですけども、基本的には、物理の法則に忠実にというのは、軽く、重心項を低く、強慣性モーメントを小さく、それから、前後輪の荷重配分のバランスを良くする。これは、基本的には、車両計画でこれを実現してほしいと思っていますけども、サスペンションを設計する際にも念頭に置いておいてください。それでサスペンションを設計するのは2番目のタイヤの性能を使い切るということで、何遍も言っていますが、走りの性能の基本はタイヤです。それと設計をする上で、シミュレーションとデータ至上主義ではなくて、実際にものベースの三元主義で行ってほしいなと思っています。要するに、現場を見て、現物を見て、現実を見るということで、要するに自分の設計したものが、自分の設計の意図通りに本当にものができているんだろうかということは、シミュレーションではなくて、ものベースで見て、どこが悪かったか、良かったか、ということを見てほしいということです。サスペンションジオメトリーに入ります。サスペンションを構成しているリンクの幾何学的な配置がサスペンションジオメトリーです。それで、サスペンションが上下方向にストロークした時のタイヤの姿勢や位置を決めます。そしてその結果として車両の動的な姿勢変化も決めるということです。これがサスペンションジオメトリーです。サスペンションジオメトリーを決めるのには初期にアライメントを決める必要があります。その初期のアライメント設定というのが、スクラバ半径とキングピン軸、それからキャスター角、あとはリンク配置とジオメトリー変化の関係で、サスペンションジオメトリーが変化するとはどういうことか、トーチェンジ、キャンバーチェンジ、ロールセンター、アンチダイブリフト、アンチダイブとリフト、アンチスクワット、こういう内容です。それぞれの内容についてはこれから話をしていきますけども、こういう用語とその意味することは何かというのは、これは、サスペンションを設計する人には必要なことなので、きちんと理解をして正しく覚えておいてほしいと思います。それから、ここに出てくるキングピン軸という言葉があります。これは例えば前輪タイヤの、車軸ですね、ここが。で、ここに入っているのが、キングピン軸で、ここにステーリングのナックルアームがあって、リンケージがあって。要するに、回転、このリンケージによって、このキングピン軸が回転することによって、操舵をしています。現在の車は、こういうキングピン軸というものはありません。なぜかというと、もう今は、このボールジョイントという、上下方向にも動くし、回転もするという非常に優れた部品があります。ボールジョイントを使うことによってキングピン軸とはなくなりましたけども、アライメントの概念上、キングピン軸という言葉が残っていますので、これも、キングピン軸とは何かということを理解しておいてください。それで、サスペンションジオメトリーはサスペンションの命だと言っています。要するに、タイヤは
サスペンションリンク、サスペンションのリンクですね。これにガイドされながらタイヤは、上下方向にストロークをします。その結果としてこの10メートルによってこのタイヤを、これは後ろから見た時のこのキャンバー角、地面に対する倒れ角ですね、キャンバー角、それから頭角というのはサスペンションを上から見た時の、タイヤが車両センターと平行か、内側を向いてるか、外側を向いてるか、これがタイヤの頭角と言います。それから、タイヤを真横から見た場合、こちら側が前とした場合に、ロアリンクのボールジョイントと、アッパーリンクのこのボールジョイント、これを結んだ、角、これをキャスター角と言っています。それともう一つ、言うのを忘れましたけども、このアッパーボールジョイントとロアボールジョイントを結んだ線、これをキングピン軸と呼んでいます。従来のさっき見せた、部品ではなくて仮想のキングピン軸になります。あとは、キャスター角の地面との交点がタイヤセンターからとのズレを、これをキャスタートレールと呼んでいます。ですから、ここでは、キングピン軸、キャンバー角、頭角、それとキャスター角、キャスタートレールという言葉を理解して覚えてください。で、先ほどの図に対して、これはまあ、ポンチ絵みたいに絵を描いています。これがいわゆる W シモーンの構成要素です。それで先ほどはリンクと呼びましたけども、ここでは A アームというふうに呼んでいます。A アームと呼んだり、これは A アームというのはアルファベットの、大文字活字体の A によく似てるから A アームと言っています。ただ単にアームと言ったり、リンクと言ったり、これは部品工業界で用語の統一をその昔測ったんですけども、各自動車メーカーさんの中での呼び方がいろいろあって、アームと言ったり、リンクと言ったり、いろいろそれぞれ人によって言い方が変わりますけども、言ってることは同じです。それで先ほど言いましたように、ここがアッパーボールジョイント、ローアーボールジョイントで、この結ぶ線が仮想キングピン軸であり、このサスペンションは A アーム、ローアーリンク、アッパーリンクは、それぞれの取り付け点を結ぶ中道軸を中心として回転をします。それでタイヤは上下方向に、ストロークをするということです。それから、ここにあります、サイドロッドっていうのは、この、スピンドルからナックルアームと結んでいて、ステイングリンケージで、テンダーをする。ですから、これによって、こういう方向にタイヤはテンダーをされます。それで、これはタイヤを横から見たところ、上から見たところ、前から見たところということで、まず、前から見たところでは、タイヤの中心点と、ローアーリンク、アッパーリンクの外側のボールジョイントを結んだキングピン軸と、地面上のタイヤのセンターとの距離、これをスクラブ半径と呼んでいます。
それからタイヤセンターにおけるキングピン軸とタイヤセンターとの距離、これをキングピンオフセットと呼んでいます。それからタイヤを真横から見たときに、アッパーボールジョイントとロアボールジョイントを結んだキングピン軸によってキャスター角が決まってきますけども、この仮想キングピン軸の延長線と地面との交点、それとタイヤセンターとの間の距離をキャスタートレールと呼んでいます。それからタイヤセンターにおけるキャスター角とのオフセット、これをキャスターオフセットと呼んでいます。それから、タイヤの時に勉強しましたけども、タイヤの隣のフォースの発生するところは、タイヤセンターよりも後ろになるということで、タイヤセンターとの、隣のフォースの発生点の距離をニューマティックトレールと呼ぶ。これは前に勉強しましたけども、キャスタートレールとニューマティックトレール、というのはどういう関係になるか、ということになります。それから、これは上から見たところですけども、アッパーリンクとローアリンクとサイドロッドがあって、このローアリンクと、サイドロッドを結ぶのがナックルアームになります。で、初期のアライメントをどういうふうにしたらいいだろうかということで、さっき言いましたスクラバ半径とキングピン軸との関係ですけども、この仮想のキングピン軸と、タイヤセンターとの間の地面上の距離をスクラバ半径と言ってますけども、とりあえずは目標をできれば0から10ミリ程度にしたらどうか。それから、そうするためにはキングピンの傾き角、これは極力立てることが望ましいです。ただし、実際には、ハブだとか、その他の構成要素、それからアッパーアーム、ローアームをどういうふうに配置するかというようなレイアウト要件から、一般的には10度ぐらいになるんではないだろうかと思われます。その結果として、キングピンオフセットは、できるなりになることが多いと言っています。なぜそのスクラバ半径を、このスクラバ半径、このくらいにするかというのは、このキングピンオフセット、このキングピン軸を周りにタイヤは、回転をするわけですから、こういうタイヤ、ウィールの回転体が、この軸周りに転打した時の、影響量を極力小さくしたいということで、なるべく小さくしろということを言っています。それから、キャスター角をどうするかということで、キャスター角は先ほど説明をしました。これはキャスター角がホイールセンターを通っているというオフセットがゼロの場合を想定してますけども、キャスター角は4度ぐらい。結果としてキャスタートレールは20ミリぐらいと打ち解くのが素直ではないんでしょうか。キャスター角は、操舵した時の復元力に、元に戻ろうとする復元力に影響してきますので、キャスター角を大きくすると、反力が大きく、操舵反力が大きくなります。それから、サスペンションのジオメトリー変化ですけども、タイヤは、このようなサスペンションリンクにガイドされながら、上下にストロークします。ということで、このピンク配置によって、
タイヤがストロークした時のキャンバー角だとか、頭角の変化がコントロールできます。それと、基本的にホイールストロークはどれだけ見えるのかということですけども、学生フォーミュラーはレギュレーションで、バウンド、こちらに上がる方をバウンド、下がる方をリバウンドと言いますけども、バウンド、リバウンドを1日ずつというレギュレーションがあったと思います。ですから、30ミリから35ミリを目標としたらいいんではないんでしょう。これは、例えば、マシンを作った後で、少し車両の姿勢を変えたいということになったときに、ストロークを1インチずつ 25.4 ミリギリギリで設計したら、ストロークが制限されてしまうということになります。ということで、車両を変化させる場合に対応できるよう、余裕を取ることを忘れないでくださいということです。で、トーチェンですけども、これはどうして陶変化が出るのかということです。陶変化は、これは、タイヤ、リンク、サスペンションリンク、サイドロープ、上から見たところ、これは後ろから見たところですけども、ローアームの動くことを軌跡と呼んでますけども、これとサイドロッドの軌跡との関係で、陶変化は決まってきます。このローアリンクのボールジョイントとサイドロッドのアウターのボールジョイントは、これはナックルアームで、結合されています。ですから、これの動きと、この動きとの関係で、陶変化が決まるということは、なぜかというと、サイドロッドとローアリンクの長さを等しくして、相対角度を平行にすると、これは相対変化がないので、バウンド、リバウンドしても、陶変化はありません。それから、長さを同じにして、相対角度を平行じゃなく非平行にした場合、これの軌跡とこの軌跡の関係で、バウンドをすると、この場合は、陶インになるし、リバウンドすると、陶アウトになります。それから、長さを、リンクの長さを変え、リンクの長さ、サイドロッドの長さを変えて、なおかつ平行にしたらどうなるかというと、バウンドで遠い、リバウンドでも遠い、そういう奇跡となります。それで、基本的にはコンスタントに、変化する、コンスタント等変化しておいて、初期等角、等角変化を調節できるように、アウターインナーボールジョイントの取り付け高さ、それからサイドロッドの長さを調整可能にしておくということが、設計者のところではないでしょうか。それから、キャンバーチェンジですけども、タイヤの性能を常に引き出すために旋回している。これは車の旋回の外側で、こちらが内側でありまして、旋回時にタイヤが地面に対して垂直であることが望ましい。要するに、ここで、言っていますように、この一番右側のバウンドしてネガティブキャンバー、前からタイヤが、これはフラットになってますけども、
垂直から内側に倒れるのをネガティブキャンバー、外側に倒れるのをポジティブキャンバー、これは完全にポジティブキャンバーですね。ですから、バウンドでネガティブキャンバー、リバウンドで下に行ったときに、ポジティブキャンバーになる。こういう、キャンバー変化が望ましい。これは、そのキャンバー変化というのは、車両の保有センターベースで見た場合のキャンバー角変化を言います。で、前から言ってますように、車両ベースで見れば、これはネガティブキャンバーですけども、対地キャンバー、地面からキャンバー角を見れば、これはフラットというか垂直になっています。ですから、対地キャンバー角が、地面に対して一番表面が広くなる、垂直であることと、地面に対して垂直であること、対地キャンバーと、それから車両のキャンバーという、いわゆる基準軸が2つあるということを覚えておいてください。ですから、対地キャンバーをゼロにするためには、車両のキャンバー角をどういうふうに設定するかということが大事になってきます。ということで、今言ったことを、輪郭配置でどういうふうにするかと言うと、外輪の対地キャンバーが、地面に対するキャンバー角がポジティブにならないように、輪郭調と高さ等の配置を決めますけども、車がロールした時のロールセンターが旋回の外輪側、あるいは車の地上方をアップ側に動かないようにする方が必要ということで、これは、ロールセンターの話は次にします。それから、直キャンバーはアップライト、要するに、このタイヤを取り付けて、スピンドルとこのアッパーボールジョイント、ローアーに、ボールジョイントを結ぶこの部品ですね。このアップライトとアッパーリンク、アウタージョイントのブラケット間にシムを入れて長さを調整するようにしておくと、キャンバー角変化をコントロールできます。ということで、初期設定としては、ネガティブの2度から4度程度が一般的ではないでしょう。それで、じゃあ、アッパーとローアーのリンクの長さ、それと、アウターボールジョイントの上下方向の間隔。インナーボールジョイントの上下方向の感覚。要するに、レイアウトで、どういうふうにキャンバー角が変わるかというと、すべて、この図にあるように、長さを揃えることによれば、キャンバー角変化は、こういう格好になります。だから、こういうレイアウトにすれば、バウンドでポジティブ。リバウンドでネガティブ。逆に、このレイアウトですと、バウンドでネガティブになります。それから、こういうレイアウトでは、バウンドともにネガティブになる。ということです。これを参考にしています。それから、ロールセンターというのは、これは、アッパーリンクのボールジョイントを結んだ延長線、それからローアリンクの延長線上に、接地点の瞬間回転が来ます。それから反対側の車輪の接地点の瞬間回転が来ます。これの交点をロールセンターやっています。それで、初期設定としては、フロント側が30ミリから40ミリ、リア側が50ミリから60ミリ程度、一般的にはフロントよりリアを若干高めに設定しています。それで、車両がロールした時に、
ロールセンターは、左右上下に移動しますけども、まあ、移動量は小さく、旋回ガイディング側や上への移動は避けるようにするというレイアウトを考えています。要するに、瞬間回転中心は、ストロークすることによって、例えばバウンドすれば、この C が C ダッシュで移ります。通常は、ここにありますけども、バウンドして回転をします。ということです。アンチダイブ、アンチリフトジオメトリというのは、ブレーキをかけた時の車輪の慣性力。これは重心点に変わります。ですから、重心点と、制動力中心との関係で、ダイブ量が決まっていきます。自動車なんかはダイブだとか、リフトをゼロにすると、乗ってる方の乗り心地がいいというふうに言いますけども、まあ、車両の挙動をドライバーが把握するためには、やっぱり、ダイブ、リフトがあった方がいいというふうには思います。それから、こういうダイブ、リフトを決めるサスペンションのサイドビューで見た場合の瞬間回転中心はどこにあるかということですけども、アウターのアッパーのボールジョイント、それから、ロアのボールジョイントの、サスペンション、インナーの取り付けの角度と平行に結んだ線、ロアの平行に結んだ線の交点がサスペンションの回転中心になります。アンチスクワットジョメトリーは、これは、ブレーキ力ではなくて、エンジンを、による加速した時のテールの沈み込み、これをスクワットと言ってますけども、これが、リンク配置によって、スクワットをゼロにすることができます。まあ、以上で、サスペンションジオメトリーの解説を終わりますけども、まあ、皆さんが設計する、いずれ将来はこうやって、ワンのこういうコーナリング、何 G 出てるのかわかりませんけども、なんかカーボン部分が地面に降りて、並べて、かっこいいなと、思うかもしれません。まあ、こういう、マシンの設計に進まれる方もおられるであろうというふうに思っています。それから、これは、フォーミュラー、電気動車にあるフォーミュラー、フォーミュラー E のコーナリングの後ろから撮った写真ですけども、これですと、タイツキャンバーがゼロだなというのがよくわかると思います。次が、部品強度、サスペンションへの入力ですけども、サスペンションには、コーナリングフォースによるサスペンションへの入力、それからブレーキをかけた時の制動力によるサスペンションへの入力、それと、駆動力によるサスペンションへの入力があります。それで、基本的に設計に関しては、まあ、タイヤの性能にもよりますけども、上下方向に 2.5 シート。それから、前後方向には、制動時に 1.5 から2.0。加速で、マックス1シートライト。それから、左右では 1.5 から2シート程度を考慮しておけばいいのではないでしょう。それで、コーナリングフォースによるリンクへの分量といえば、ここでは、このタイヤによるコーナリングフォースが、アッパーリンク、サイドロープ、アッパーリンク、ローアリンクとサイドロープに立っています。それで、入力点は接地点よりも、ニューマティックレールの後ろになります。ということと、キングピンズ周りに
モーメントが発生していることを忘れないということです。それから、生動力によるリンクの分力ですけども、リンクには、こういう力があります。それと、さっき言いました、スクラブ半径、体温センターと、このモールジョイントの延長線上の交点の距離ですけども、このスクラブ半径が大きい場合には、キングピン周りにモーメントが発生するということを忘れないでください。それから、駆動力、ドラッグアクトから駆動力が入った場合のサスペンションへの入力、リングへの入力ということで、F の3、F の4、F の5、これは、キングピン軸周りのモーメントによって発生をしますということです。量が力のかかり方を説明します。それから3番目が北西チューニングの考え方ですけども、項目としてはリンク比、リンクレバー比と盤上数、それから保有単荷重とタワン北西、バネ上数設定の考え方、直下物オーバー原子力北西の考え方、スタビライザー特性の考え方について説明をします。で、要するに、ホイールタンにおける、バネ乗数というのは、バネと直下物オーバーの取り付け点との比によって決まってくるということで、相対関係が要するに、ホイールタンとバネの取り付け位置が1対1の場合に、レバー比をこれを1と言いますけども、この場合にもバネ乗数、スプリングのバネ、バネとホイールタンのバネは同じになります。ところが、スプリングをリンクにマウントした、要するにレバー比が保有端が A、マウントする位置が B とした場合には、レバー比は A 分の B になります。その場合には、保有端のバネ乗数は、このホイールスプリングのバネ乗数のレバー比の事情をかけたものになります。わかりますよね。力と、それから範囲が、それぞれレバーにあたるから事情になります。それでは次に、ホイール管の荷重、パワーミコクセンス。ホイールストロークは、バウンダリバウンドともに30から35ミリを目標とする。それから、バウンドストッパータッチまでの距離、これをライドクリアランスと呼んでいますけども、なるべく多めに取るようにする。それから、バウンド、リバウンドの最大ストローク時の荷重は、バウンド側 2.0 から 2.5、リバウンドは2G 程度を考慮している。これは何を言ってますか、というか、言ってるかと言いますと、ウィールを横から見たり、こちらに進むとバウンド。こちら側がリバウンドになります。それで、バウンド、荷重がかかればバウンドします。で、ホイールタンのバネ乗数で、この直線部分が、ホイールタンのバネレートになります。で、バウンドストロークは、これを30から35ミリ。こちらもリバウンドストロークを30から35ミリにする。で、そのストローク量を規制するために、バンパーラバー、バウンドストッパーと言いますけども、これを直下物オーバーのところに装着して、コイルストローク量を規制しますけども、このコイルスプリングの特性の上に、このバウンドストッパーの
特性が乗って、このような、バネ特性になります。それで、さっき言った、ライドクリランスというのは、マウンドストッパーがタッチするまでを、こう、ライドクリアランスと言いますけども、これを極力、後ろ、長く、バウンドストッパーまでのライドクリアランスを長く取ることが望ましいというのはそういうことです。それで、ここが 2.5 次元を想定するということになります。ここが1次元で 2.5 次元を考える。3次元が3次元です。で、リバウンド側も規制をしないと伸びきってしまいますので、それは触覚物オーバーの中にリバウンドストッパーを入れておいて、あるストロークをしたところでストッパーラバーを働かせて、ストロークを規制します。これがサスペンション荷重に対する荷重変わり特性と言っているのは、これの図になります。次に、バネ乗数設定の考え方で、前輪荷重配分は車両重量の 45% から 50% を前提として、バネ上の固有振動数は 1Hz 前後を目標とする。それから、前輪と後輪の周波数はほぼ近い周波数として、後輪側を高めにするのが一般的ですけども、前輪側を高めにする場合もあります。まあ、こちらを45から50%の荷重配分にする。で、前輪のバネ乗数、ホイール端のバネ乗数を K1。これを K2 で、ほぼこれを 1Hz に近くにするというのが先ほどの話です。次に、触覚物オーバー減衰力の考え方ですけども、ピストンスピードは 0.1メーター毎秒までの特性を重視してすることが多いということと、クリティカルダンピングに対する減衰力というのは50%-25% 程度で検討を進めるということです。減衰比というのは、クリティカルダンピングのに対する比ですから、この式で与えられますけども、この値を大きくすると、ネイロや元の密度時のバネ上の収まりが良くなりますけども、あんまり大きくすると、油力が、車体への油力が増えて、乗り心地が悪くなるということです。それから、直下物オーバーのピストンスピードも、このコンマ 0.1mm/s 以下のこの領域の特性をどうするかということを、重視してください。それから、スタビライザー特性の考え方ですけども、車両のロールを規制するロール剛性に対する寄与率は、前輪はスタビライザーより大きく、後輪はバネがより大きくすることが一般です。スタビライザーのバネがこの何やろと荷重に対する変異で決まっています。それで、保有管のバネレートは、レバー比、事情で決まっています。ロール角はロールモーメントをロール合成で、割ったもので計算できます。それでロール合成はこの TF というのは、フロントスプリング、フロントスタビライザー、それからタイヤの縦バネ乗数。リアのロール合成はリアのスプリングのホイール端のバネ乗数。それからスタビライザーのバネ乗数、それとタイヤのバネ乗数によって求めることができます。それで、ロールモーメントの重心法がありますから、
ロールセンターから重心口までのロールモーメントの長さで、ロールモーメントを計算をして、ロール角が計算できます。以上が、サスペンションの設計で、次がステアリングの設計です。ここに書いてありますように、ステアリングのレイアウトについては、サスペンションの中でほぼ説明をしました。で、基本的にはアッカーマン理論を基本に設計をしてください。ただし、実際の走行においては4輪にスリップ感が生じて、アッカーマン理論という放射軸上の点を中心にして旋回しているわけではないんですけども、ただ、最小回転半径等を考慮して乗務というのを決めてください。それから、ステアリング技術は11体程度が望ましいと思いますけれども、操舵力の制約があるので、その辺は、ドライバーの腕力も考慮した上で、それから、ステアリングラムの設計については、ジョイントの角速度が等速になるように、ジョイント角を決めるということと、コラム取り付け点の剛性が重要になります。取り付け点の剛性が弱いと、そう出した時の効率が落ちます。それともう一つは、設計をする際に、各ドライバーのドライビングポジションに対応できるように配慮するといいんではないんでしょうか。ということで、ステアリングフォイルの没部に、スペーサーで、ドライバーに対する長さを調整できるようにしている。それから、コラムの取り付けブラケット穴を長穴にしておいて、ステアリングの高さを10ミリ程度調整できるようにしておくといいんではないでしょうか。それから、ステアリングリンクの設計については、操舵入力による入力とタイヤからの入力がありますけども、タイヤからの入力の方が大きいということを考慮して、強度を決めてください。タイヤに無理な力を与えずに滑らかな旋回をするためには、タイヤのアクセル、中心線が旋回中心を通ることと、リアクセルは点出しない場合、この旋回中心はこのリアクセル中心の延長線上の応点となります。それから内外輪の半径差。これの内外輪の半径差ですね。内輪の回転半径は外輪より小さい必要があります。それを実現する方策としては、にありますナックルアームが平行ではなくて、この延長線がリアクセルのこの中心で交わるように、タイロッドを少し短くしたオーリンクであればいいということで、このリンク表をアッカーマン機構で呼んでいます。アッカーマンリンクによって、内輪切れ角は外輪より小さくなって、その切れ角特性は、この図のようになります。アッカーマン理論でこのようになりますということです。で実際のジオメトリーでは、必ずしも完全なアッカーマンジオメトリーではないんです。ということで、実際に、生産者なんかの場合には、最小回転半径の短縮を短くすることを狙って、外輪をアッカーマン特性以上に切るジオメトリーもあります。ということで、そのようなことで、ジオメトリーを決めていきます。最小回転半径を決める計算式は、この図にある計算式で決めることができます。コラムのジオメトリーということでは、
ジョイントの折り角が、等速になるように、レイアウトしてくださいということであります。ステアリングの設計に関しては以上です。で、その他の参考情報ですけども、基本は、製作ガイドと読んでいただきたいということと、あとは参考書籍はタイヤでもご紹介しましたけども、車両運動性能と写真メカニズムの、改訂版が出ています。これを推奨しておきます。以上、ご清聴いただきありがとうございました。